はい、ね、やっぱりこの新ユニフォーム皆さん初めてご覧になってどうですか。かっこいいですよね。今ねちょっとあのコートの中にありますけれども、着心地なんかと伺いたいと思うんですけども、渡辺選手いかがですか。着心地は変わんないです、うん、はい、あの着た感じ、着た感じ、うん、デザイン、デザイン30周年 の、 あのロゴ、マーク、ロゴが、はい、なんかかっこいいですよね。そうですね、記念ユニみたいな感じでいい感じですね。やっぱりこう気合い十分入るもんですか、ユニフォームを着ると。やっぱ公式戦のユニフォーム着るとそう、うん、ちょっと気が引き締まります。あ、そうですか。ね、こういうまたあの引き締まった表情と、あとユニフォームを着てる姿でやっぱり選手ならではですよね。ならではだし、僕が早く渡辺選手がキャプテンマークをつけてるところ、おー、皆さん早く見たいなと思って。この拍手何ですか。拍手足りない、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 そうですよ。着てないもん、ほらそこで。見えますよ、もう近いですからね。見えるから。見えますよ、あ、もうしてくれました、今よかったですねじゃあせっかくなので、あの一言ずつお言葉をいただきたいと思うんで、あの今日ご来場の皆さんに改めてちょっとどうですか、こんなにたくさんの方いらっしゃってますが。いや、本当寒い中来てくれてありがとうございます、うん、はい、トークイベント楽しませれるように頑張るんで、うん、最後までいてください。はい、ということでよろしくお願いします。そして、キム・サオ選手、寒い中、来ていただき本当にありがとうございます。一緒に楽しんでいきましょう。寒い中、来てくださってありがとうございます、まあ、短い時間ですが、頑張ります。ありがとうございます。全く同じことを言うのかと思いましたがちょっと変えてね、ありがとうございます。で、新井選手、寒いですあの温まるトークをキャプテン中心にしてくれると思うので楽しんでてください。そうですね、楽しみです。よ、熱いトークよろしくお願いします。で、あのさっきですね、真っ先にあのキム選手の優しさが伺えたシーンがありました。やっぱりね、キャプテンに椅子を譲るというね、あの皆さん見てましたよね。あの違う、あら、どうしたんですか。あれ、え、年功序列だから年功序列だから、一番下だから、あのちょっといい椅子、いい椅子を、はい、椅子とこのそう、ちょっとね、ちょっと簡易的な椅子で、うんうん、椅子したわけじゃないです。でも先輩立てたんじゃないですか。キャプテンは絶対です。いや、そうですよねキャプテン絶対で、その渡辺選手のキャプテン、びっくりされた選手がたくさんいって聞いたんですけど、松本 CRO も個人的にどうでした。ちょっとびっくりしましたね。びっくりした、びっくりしたけど、いや本当見てみたいなとは思ってたんで、もうすごく適任かなとは思いますけど、まああとは結果を残すだけですね。めっちゃプレッシャーかけんじゃん怖いんですけど、早めにプレッシャーかけたもんかな。いや、まあ頑張りますよ。まあでもみんな他にもベテランの経験ある選手がいるんで、助けてもらいながらだし、本当みんなでチームを作るイメージです僕は。あの過去キャプテン自体経験したことないというか初めてだそうですね。はい、初めてです。なんか違いますやっぱり。いや、自分の中ではそこまでそのあんまり気張ったりせずに自分のやれることだけやろうかなって感じなんで、あの、まあ、グラウンドで自分がキャプテンになった意味っていうのは示していこうかなと思うし、まあ、チームのサッカー以外 の、 その雰囲気だとかそういうところは、だから梅さんとかノブ君とかも副キャプテンにいるんで、そこは助けてもらいながらやっていきたいです。その話を新井選手がですね、うーんと聞いてました。新井選手、あの昔からよく知る中ではありますが、最初聞いた時とそしてあの選ばれてからのなんか渡辺選手の様子違うところあったり、何か感じるものってありました。いや、まあ、最初相談っていうか、まあ、キャプテンかもしれないって新たに聞いたんですけど、まあ、最初は爆笑しました、ね、それはどういう意味を込めて。いや、キャプテン無理っしょって無理でしょって思ったけど、けど、まあ、でもレイ君もさっき言った通り見てみたいなっていう気持ちもありましたし、まあ、大学の時からずっと一緒にサッカーしてましたけど、まあ、キャプテンタイプではないけど、やっぱピッチに入ったら
皆さんも分かる通り背中で引っ張ってくれるっていうか闘志むき出しなんで、その部分はやっぱキャプテンらしいプレーをしてくれる存在だと思っているので、まあ期待してます。照れんなよ照れんなよ嬉しそうですねキャプテン大事ですから、やっぱキャプテンって大事ですから。キャプテン関係ないっす普通にみんなでチーム作るから関係ないっす。みんながキャプテンですからこのチームはね。そう、それぞれだキャプテンだからってやること変わんなくないですか。キャプテン大事だからね。キャプテン、あれだよいやでもそういったあのキャプテンだからこそみんなでこう助け合ってというか、そういったところも見られるかもしれないですからね。それぞれの選手の気持ち、あの佐藤選手がキャプテン新田選手どうですかって言ったらちょっと不安ですって佐藤選手が言ってましたけどこれに対してはどう。いやあいつは舐めてます舐めてます。ただそういったね雰囲気の良さっていうのが非常に伝わってきますね。ジアロいや俺はついていくっすけどね。ついていきます。キャプテンついていきます。おお、この心強い言葉どうですか。聞いて怪しいっす。怪しい。あれ裏切りそうっす。本当ですか。キム選手そう言われてますよ。大丈夫ですか。いやキャプテン大事ですからね。ここでもプレッシャーがついていきます。ついていきますよね。熱いプレーとともにまたあのポジションも同じということで、はい、今シーズンはねそういった熱いプレーもね随所に見られると思いますので、はい、皆さんご期待いただきたいと思います。そしていろいろとあの伺っていきたい中で、キム選手というと青森山田の後輩ですよね。そうです、はい、青森山田の後輩です。どうですか、はい、CRO 後輩入ってきましたよ今日。もう、あ、今回2人ぶっちゃけキャプテン以上に期待しちゃってます。お、はい、どういったところが。ガンガン点数取ってほしいんで、やっぱ青森山田は絶対できるんで、え、はい、プレッシャーもう俺今日全員にプレッシャーかけてきたんで、はい、激励ですからね。激励、はい、もう先輩超えれるように頑張ります。お、やっぱりあれですか、挨拶来るんですか。大体ちゃんと来ました。お、来ました。ちゃんと、はい、藤原選手も。藤原選手もちゃんと。おー、2人でですか、まあ、そこら辺は青森山田ちゃんとしてるんで。あ、そうなんですか、はい、結構厳しいんですね。厳しいですね、はいで結構今シーズンは、まあ、シームレスって言って、はい、あの片野坂監督が掲げてますけど結構走ってません。結構走ってる。あれきつくないですか。いや見てても気づいてる、ね、見てて、ね、トレーニングマッチ行かれたあのサポーターの皆さんいらっしゃるかもしれないんですけどもね、ガンガン走ってます。それあたりの練習とかどうなんでしょうかね。いやどうなんでしょうね、どうですか。めちゃくちゃきついですねめちゃくちゃきついです。なんか体力こう維持するために食べてるものだったりとか、あの調整してるものだったりとか、よく寝るとか何かあるんですか。いっぱい寝ます。いっぱい寝る、好きなの。寝ないとやっていけないですね。あ、そうですか。で、あのオフはちゃんと休養して、ご飯もいっぱい食べて、うん、温泉行って、はい、夜はいっぱい寝ます。温泉は何でしたっけ。質です。その質の良い温泉はもう見つかりました。いや、もっとこういろんなとこ行きたいんで、はい、おすすめしてもらえるのが。あ、サポーターの皆さんからいろんな情報をよろしくお願いします。お願いします。そしてムン選手は久々の大分は非常に住み心地いいと言ってましたけれども、いかがですか。まあ、まあ、まず温泉が最高です。おお、もう入ってます。いっぱい、まあ、いろんなとこ行ってます、うん、特にこう好きなところってありますか。この前行ってた塩湯っていう温泉が大好きで、はい、結構行ってます。あ、そうなんですね。じゃあそこも含めてこれからいろんな温泉も楽しみたい。そうですね、はい、もっと教えてもらいたいです。結構ゴールキーパーのほらトレーニングもきついじゃないですか。きつすぎるんです。きつすぎます。やっぱり相変わらず吉坂ゴールキーパーコーチのトレーニングは全然変わってないんです。変わってない。あのさらに増したという噂もありますけど、さらにこうもっときつくなったという噂もありますけど、ほぼ変わらずきついですか。変わってないです。変わってないですか。じゃあそのトレーニングに耐えてゴールキーパーの、ね、競争も行ったり、あの切磋琢磨というところでは楽しみですね。そうですね、楽しみですね、うん、まあ、一番奥の、はいはい、新井選手がうんうん首振ってるんでねどうしました新井選手。新井選手何か言いたいことあります。いやいや、ないない。ゴールキーパートレーニングどうですか。きついっすよ。もう慣れました。慣れた。あ、慣れました。2年目の慣れはいいっすね。あ、そうですか。心地いいっす。心地いい。じゃあもうあのそれがなくてはならない感じになりました。それはないっす。それはない。まあまあまあ慣れてきました。大分の街にも慣れて、はい、
皆さんもあったかいんで、うん、すごいいい環境ですね。あ、本当ですか。結構声かけられたりします？声かけられは しなくはないですね。はい。けどまあちょっと怖いんじゃないですか、俺とかやっぱ怖いですか。どうですか。あ、うんうん言ってます。いや、横にどっちどっち、うなずいてますか。まあ、うなずいてる人といいやっていう人はいますけど、まあ、でも結構ラフな感じで自分も喋りかけられたら喋るんでその辺はあれですね。あなたと結構プライベートでいるんですけど、はい、その時声かけられる時は新たに全部パスしてます。あ、そうなんですね。じゃあ渡辺選手が対応するんですか。対応す、いや、パスする。パスって何。パスはパスじゃ任せるみたいな感じ。てかまあそうですね、うん、普通になんか新たにそんな感じ任せるっていうか、新たが対応してくれます。対応していい感じに喋って盛り上がって応援してくださいって感じ、うん、ピッチ外ではね、はい、というところで街で見かけたら声かけてもらいたいタイプですか。皆さんどうですか。渡辺選手全然声かけてもらって、はい、ういみたいな。そしたらういで、あ、ういって言ったらういってやってくれるそうですかね。軽い感じがかしこまられた、かしこまるから、はい、軽いノリで来てくれたらフランクな感じで、はい、はいはい、ぜひ来ていただき、ういってね今言ってくれてますよ、もうすでにこうやって答えてくれるそうなので、ぜひね来ていただければと思います。で、キムヒョン選手はどうですか。自分まだっすね。まだ声かけられてない、はい、そうですね。ちょっと寂しいですね。あ、ちょっと寂しいので、どんどんガンガン来てもらいたいタイプですか。自分もまあヤッホーってバーってヤッホーって言ってくれたら返すので、気軽に声をかけてもらいたいと思います。温泉、はい、温泉の中でも大丈夫。おお温泉の中でもまあヤッホーって、おーいや、いけるね。そんな人いないですよ、温泉にはさすがに、ね、いないけど、かけられたら対応は、まあ、可能じゃ可能ってことですね。そうそう、ありがとうございます。で、マン選手はお帰りっていう声がね届いてると思いますけど、まあ、ほぼお帰りっていう感じで声が、うん、ただいま結構言いました。結構言いました。言いましたねそういった声ももちろん大歓迎、はい、はい、ということで声をかけていただければと思います。新井選手はもちろん大丈夫だけど、ウェルカムですか、声かけてもらうのは。俺も別にういって感じ。ういって感じね。もう皆さんフランクな感じで声をかけていただければと思います。ちょっとタオルでね掲げてくれている、はい、応援してくれてんの。珍しい初めて見た。いや、新井のタオルはいやでもね、一番最前列で新井選手好きな、新井選手好きってどうですか。新井選手かわいい。じゃあどういうとこが、どういうとこが、どういうとこが好きですか。まだ一回も出てないからたまらない。ねえ、たまらないけどメンタルいかれたね今刺された。頑張るね、もっと。でも試合出ても好きでいてね。いやもう最高ですね。これだけやっぱ小さなお子様もポリニータを応援してくれてるということで、このチームで今シーズン戦っていくわけですが、渡辺新太キャプテン、このチームの今の状況というか、まあ、開幕を間もなく控えてるんですけれども、いかがですか。まあ、カナさんの新しい取り組みにみんな本当ついていこうとしてて、すごい強度高くて練習も激しいですけど、やっぱやりがいはあるし、それをしっかりピッチで体現できたら結果にも絶対出てくると思うんで、今は取り組み最中ですけど、開幕に向けていい感じに仕上がってきてると思います。
そういったところもぜひね、皆さんご期待いただきたいと思いますし、またそれぞれが一人一人がこうモチベーションを高めて、それぞれのポジションでプレーをというところでは、渡辺選手のらしいプレー、熱いプレーというのもね、非常に楽しみにしているサポーターたくさんいらっしゃると思います。個人的なところではいかがですか？個人的なところ、そのキャプテン就任したっていうのも、ピッチで引っ張ってほしいっていうことも言われたんで、やっぱりそのアグレッシブさだったり戦う姿勢とか、あとはフォワードなんで、ね、ゴールだったりアシストっていう結果でチームの勝利に貢献したいと思います。期待しています。みんなこの拍手ですよ。もう期待の高さが伺えます。そしてキム選手、ヒョンと呼んでくださいと以前言ってましたが、呼び名はヒョン選手で大丈夫ですか？はい、ヒョンで呼んでもらえると嬉しいです。ヒョンということで呼んでいただければと思います。ではヒョン選手いかがでしょうか？いや、もう自分は今年1年目なんですけど、その1年目とかそういう関係なく遠慮せず、ワンガンチームのために頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。今のコメントで青森山田の先輩松本シアロー、はい、大丈夫ですか？いや、もう大丈夫ですね、今日は、はいはい、青森山田なんで絶対できます。はい、できます。ということで、期待しております。そして、ムン選手。はい、久しぶりに戻ってきて、一試合でも早くピッチに立って皆さんの前で戦いなと思いながら頑張っています。よろしくお願いします。お願いします。期待しています。そして、新井選手。はい、試合に出れるように、ピッチに立ったら皆さんも自分の魅力をもっと分かってもらえると思うんで、絶対結果のことで応援よろしくお願いします。もうずっとね、掲げてくれてますよ。ピッチに立ってどんなプレーを見せていきたいですか、新井選手？どんなプレーか、勝たせる選手だと自分は思ってるんで技術云々関係なしに、気持ちを後ろから出せるように頑張ります。はい、もうね、いろんな選手から新井選手は本当に練習からもう一生懸命頑張ってる選手で、結構他の選手たちのお手本にもなってる選手ということをね、いろんな選手から聞くんですよ。それを聞いて新井選手いかがですか？どう聞いてなかったね、今。聞いてなかったかな。そういうことをね、よく耳にするんですけど、やっぱりこう練習からっていうところでは自分的にモチベーションとしてそういうふうにいつもやってるんですか？昔からですか？いや、特に気にしてない。普通ですね。ああ、もう普通にこう身についてるっていうところ、渡辺選手もこう見てて感じるところってあります？大学の時からすごい練習はすごいしてました。で、多分エリートではないから、最初、僕もそうですけど、そこからやっぱ実力、才能だけじゃなく本当努力でのし上がった選手だと思って、そういう選手はやっぱり逆境にも強いし、きつい時に頼れると思うんで、今年は新井に期待してください。皆さん、ぜひ期待していただければと思います。で、今シーズンの目標などをですね、こう色紙などにもこう書いていただきたいなというふうに思います。後ほどね、後でそれぞれ書いてですね、プレゼントをさせていただきたいと思うんですが、ピッチ外のところもちょっと聞きたいなと思うんですけど、どうですか、CRO？ 聞きたいですよね。皆さんもね、ピッチ外のところで、選手間のこう関係性ってどういうふうになってるのかなというふうに思うんですけど、さっき新井選手、いろんな選手から本当に頼りになるというかっていう声も届いてますけど、ムードメーカーが誰なのかとか、そういったところも気になるところなんですけど、チームの中でこれを聞くとちょっとね、その人となりが分かるのかなと思いまして、結婚するとしたらどの選手がいいか、その理由も答えていただければと思うんですが、監督、選手、コーチ陣も含めていいですか？ CR どうします？選手だけにします？いや、選手だけでちょっと聞きたいです。いきましょうか、はい、じゃあ選手間で、結婚するならこの選手、そしてその理由もお答えいただきたいと思います。まずどっちからいきます？新井選手からいきましょうか。結婚だけでいいですか？結婚と、じゃあ付き合うならとか。じゃあ付き合うならと結婚するなら、それぞれちょっと違いますよね、はい、違いますよね、はい、その感じもぜひ
あのご紹介いただければと思います。じゃあ誰からいきます。キム選手からいきます。ショーン選手、いける？顔も含めてですか？全部全部、もうもうトータル何でもいい、何でもいい。付き合うならこの選手、結婚するならこの選手、そして理由もお願いします。どうぞ。もうパッと思い出した人でいいですか？はい。付き合うなら伊佐くんです。ちょっと待って、今と思うが混じってました。はい、付き合うなら伊佐選手で、結婚するなら大和くんです。おお、あ、こちらはね、ちょっと気になります。その理由聞いてみましょうか。シアロー、そうですね、理由が聞きたいです ね。付き合うなら伊佐くんは、まあ、一緒にいて楽しいかな。あとやっぱ男らしいんで、はい、付き合うってなったらついていきたくなるかなって言ったら、はい、これちょっと結婚と違うところを聞いてみたいですよね。そうですね。どうして町田選手は結婚するなら町田選手ということで。いや、もうどう見ても優しい、はい、家族に全てこう自分のことを支えてくれそうな人なんで、面倒見もいいですし、はい、優しいし。おお、ということでこの中の、先輩たちは一人も入ってなかったということでということで大丈夫ですかね。はい、大丈夫そうですね。ちょっと気まずそうにしたいけど大丈夫かな。もちろんみんなそうですよね、はい、でも思い浮かばなかったけど、逆にこの中で俺がいないかもしれないですね。あー、なるほどね、そうですね。じゃあ期待してます。期待してるということで、じゃあ次誰いきましょうか。シアロ、じゃあムーン、あ、ムーン選手、はい、お願いします。付き合うなら新たで。おお、そして結婚は野村選手で。おお、こちらなんかおーおーと納得の表情、拍手も起こる。今のところ納得されてない伊佐だけですか？そうですね、はい、ちょっと伊佐選手今姫島村でちょっとくしゃみしてるかもしれませんね。はい、はい、じゃあ、ムーン選手、その理由はなぜでしょうか？まあ、付き合うってなったらやっぱ楽しくて面白い付き合いがやっぱいいと思うんで、まあ、それはまあ新たとも結構ふざけてるし、まあ、面白い人ってだからもう付き合うっていう感じです。そうなんだって。違う、今あのサポーターの皆さんがって言ったから、それを誰ですか言ったの。そうなんだって一番前の最前列で、あの皆さん、あの持ってんのに、で、あの笑顔が出た時にすごくね、嬉しそうな表情をしてたんですよ。そう、それね、ずっとカメラでね、動画撮影してますからね、帰って見返すんじゃないかなと思いますけど、ぜひね、あの楽しみに、帰ってからのお楽しみということで、やっぱりそういう可愛い一面もある、面白い一面もあるんですね、渡辺選手。はい、ということで褒められてますよ。渡辺選手どうですか？いや、でも結婚相手の方が良かったわけだな。あ、そっか、あ、それは違う、ちょっと待って、首振ってます。それはなぜでしょうか、ムーン選手。まあ、イメージ的にそれどういうこと？結婚はできない。イメージ的に、まあ、よくわかんないですけど、よくわかんないけど、なんとなくイメージ的に、あの結婚するなら野村選手ということで、やっぱりもうこれは理由はもうしっかり、まあ、ドム君の家族とも仲いいんで、まあ、すごく温かいし優しくて、まあ、すごくいいパパだなっていうこともあるんで、自分もそういうパパがなりたいなっていう感じで、まあ、野村選手になりました。いや、これ選手からこういうふうに言われて選ばれると嬉しいですよね。チームメイトからね。いや、めちゃくちゃ嬉しいね。はい、はい、そして次誰いきます？鳥を飾ってくれるのどっちにします？どっちか、鳥か、先に、はい、じゃあ渡辺選手どうですか？付き合うなら、はい、吉明かな。おお、はい、そして結婚はノム君も良かったけど、ちょっと被ったから、まあ、梅さんかな。おー、ここも納得ですよ、皆さん、ね、はい、新井選手選ばれました。付き合うならということで、理由はまあ、リズム合う、あの生活、あのガチやみたいな勘違いされるわ、まあ、好きなものとか、うん、趣味合うから、それは楽しい、付き合ったら、うん、それが理由です。はい、そして結婚はちょっと別、
結構やっぱちょっとやっぱもうちょい財力が欲しいですよねこれからね、はい、やっぱ現実的に見たらやっぱ財力が必要なんでちょっと足りないかな、梅さんに比べたら試合に出てね、また、はい、試合に出てくれたらちょっと考えるっていう感じ、はい、で、梅崎選手を選んだ理由はもうあのたくさんあった財力、もう財力だけ財力包容力は包容力はよくわかんないっすよくわかんない優しいですね、なるほど、そういったところで梅崎選手ということでありがとうございます。結構納得の表情ですね、CRO ね。納得ですね、うん、まあ、やっぱりみんなあの子持ちで、家族持ちの方を、うん、まあ、そういう目線で見る、ええ、見てるのかな。なるほどね、はい、で、最後になります、新井選手はどうですか。いや結婚するなら安藤ドゥ。おぉ、いや、だって今ちょっと安藤が吹いちゃった、言い混じってました、付き合うなら、いや、被らない、付き合うなら天心とこかな。安田選手、今パチッとあの膝を叩いたサポーターの方がいらっしゃいます。そうよねっていう感じですけど、そのそれぞれ理由をお願いします。そうよねじゃないよ、そうよねじゃない、なんで新田じゃないの、なんで新田選手じゃないの、新田の、なんで新田じゃないの、ダメ。なんでですか、なんで。それはもう言えないっていうの、言えないけど、言えない言えない、なんでそれ気になるでもここでは言えない。新田って言っちゃったらもう相思相愛じゃないですか、いいじゃないですか、照れちゃうから。ああ、ここではね、あえてガチになっちゃうからね、あえての、ちょっとでも嬉しそうですよ、渡辺選手、あえての安田選手、それは、まあ、謙信、まあ、性格とか置いて普通にかっこいいし、なんかスタイルいいじゃないですか、それと付き合ったっていうプロップスが欲しいです。おトリニータの安田と付き合った私っていう、そうですね、で、もて遊びたいです、遊ばれるんじゃなくて遊びたい、こっちがね考えてみられるか、奥深いですね、はい、選んだ理由、そして結婚するならというところは、もう結婚するなら持ってこいですね、多分優しいし裏切んなさそうだし、まっすぐなんで、面白くないんですけど、あんまでもまあギリギリセーフかな、その面白くないラインは。怒ったところあんまり見たことないですね。そうだからいいですね、怒ったら怖いパパになりそうじゃないですか、ね、はい、最終的に頼れ、パパに言うよって言って静かにしてくれそう、子供が。すごいいろいろ考えてくれてますね鳥だからこの、ね、鳥だから、そうですね、ありがとうございます。これで、ね、結構関係性だったりとかね、はい、お分かりいただけたんじゃないかなと思います。それぞれ推しの ね、選手が選ばれた方は喜んでましたし、はい、そういったところも関係性も含めてピッチ内外で期待していただきたいと思います。ありがとうございました、貴重な情報も含めて。それではね、今シーズンのこう目標というのを色紙にそれぞれ書いていただきまして、後ほどプレゼント、はい、させていただきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。どんなことを書いていただくのか、今この場で書いていただきますので、それぞれ目標、そしてサインも入れて書いていただければと思います。後ほど発表をさせていただきます。ムン選手とキム選手、日本語かな、どうだろう、どうだろう、その辺もご期待いただきたいと思いますよ。気になりますよね。気になりますね、はい、なんかムーンが、まあ、サイン書いてるぐらいはまだあり見たことあるんですけど、はい、あんまり、ね、目標だったり、日本語で書くまでは見たことないって言ってましたよね。ない気がします、うん、だからどうやって書くのか、はい、何を書くのか、はい、もう日本語はもちろん選べる、そうですね、それやっぱりね、書くの難しいって言ってましたので、うん、ですよね、うん、そういったところもね、はい、よろしくお願いします。後ほど、はい、こちらの方も含めて抽選会でプレゼントをさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。じゃあ書き終わりましたら発表をしていただきます。この後大抽選会ありますからね、皆さん先ほどの抽選券お持ちいただきまして、出していただきましてね、お待ちいただければと思います。風が強いので飛ばされないようにですね、しっかりと持っていただいて、先ほどから本当にね、タオル掲げてくれてるんですよ、一番最前列で。
はい、よろしくお願いします。新井選手のねタオルずっと掲げてくれてますよ。新井選手もう駆け上がりました。あとキム選手が書きましたら、出来上がりましたら発表していただきます。では新井選手から発表していただきます。よろしくお願いします。試合出場勝利、勝利試合に出場します。しっかり期待します。ありがとうございます。そしてムン選手お願いします。覚悟で書いたんですけど、レギュラーからの J1 昇格。おお、貴重な韓国語もね、こういった識字量がなかなか手に入らないと思いますので。いいですね。はい、ありがとうございます。はい、そして選手お願いします。韓国語で書いたんですけど、継続は力なりっていう言葉すごく好きで、継続って書きました。はい、ということでそれはいろんな意味で継続していって高みを目指すと。はい、そうです。はい、ありがとうございます。最後です。はい、ゴール量産です。もうこれに全てがこもってる感じですか、シアロね。うん、まあ昨日も言ってたんですけど、はい、まずは1点からスタートして、そこから1つずつ積み上げていくって言ってたんで、はい、まあ、それでゴール量産、結果何点になるか楽しみですね。はい、はい、ということでぜひ皆さんこの4選手、そして大分トリニテの選手の活躍にも今シーズン大いに期待していただきたいと思います。盛大な拍手をお願いします。ありがとうございます。特賞のお時間という、頑張れという声、ありがとうございます。特賞お時間となりましたので、ここからは大抽選会へと参りましょうか。この対選手の皆さんも手伝っていただきたいと思います。スタジアムでみんなで勝利を喜び合えるように僕たちも頑張るので、応援に来てください。この後ビラ配りもやるんで、欲しい人は行ってください。また写真とかは撮れないんでお願いします。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。